はい、どうもこんにちは。 J リーグにわかサポーターの良平です。今週末の J2 はいろいろ動きがありまして、激動の一週間になりました。今回もね、週末に行われた41節の振り返りをしていこうと思うんですが、その前に、はい、横浜 FC 自動昇格、そしてヴァンフォーレ甲府天皇杯優勝おめでとうございます。いやー、本当におめでとうございます。横浜 FC の自動昇格、甲府の天皇杯優勝についての動画も後日アップしていこうと考えてますので、よろしければチャンネル登録してお待ちいただければ嬉しいです。はい、そして話を戻して41節なんですけれども、自動昇格残留が決定、プレイオフが大混戦になったりと、こちらもすごい展開でしたね。今回の動画では41節をたっぷりと振り返り、最終節のプレイオフ進出争いの展望までやっていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは自動昇格を争う3位岡山と秋田のゲーム。岡山が序盤からゲームを支配し、後半立ち上がりに河合選手のゴールで先制。その後も秋田を押し込みながら攻撃の手を緩めませんでした。岡山が積極的な姿勢を見せて押し気味に試合を進めていましたね。しかしそこから逆に秋田のカウンターを受けてしまい失点。いや、斉藤選手めちゃくちゃ早かったですね。そして試合終了間際にも攻めに急ぎたい岡山の隙をついて秋田の青木選手がゴール。スタッツでは圧倒しながらも岡山は悔しい敗戦。対する秋田はこれで4連勝。いや、強いですね秋田。先制点を奪った岡山は強固な守備がより生きる展開になり、ホームの大歓声もありましたから、これはね、岡山が勝つ展開かなと思いましたが、サッカーというのはわからないですね。この敗戦で岡山は3位が確定し、横浜 FC は試合前に自動昇格が決定ということになりました。そして今節はこの試合の岡山だけでなく、上位陣が軒並み敗れるという波乱の節でもありましたね。アルビレックス新潟は東京ヴェルディにアウェーで敗戦。自動昇格が決定した横浜 FC もホームで金沢に敗れました。ヴェルディは5連勝、プレーオフ進出の望みは断たれてしまいましたが、上福監督になり明らかにね、守備の強度が高まっていますね。新潟のストロングポイントだった右サイド水戸選手を抑えるために、センターバック谷口選手を左サイドバックに途中から配置変更したのも、まあ、結構ね、良かったのかなと思いました。そして横浜 FC は勝って自動昇格を祝いたいところでしたが、金沢がね、強かったですね。岡山にも3得点して勝ちましたが、横浜 FC にも3得点。林選手、杉浦選手の2トップは、あのね、毎回思いますが、すごい破壊力ですね。ここで点が取れる素晴らしいコンビですね。そして、松本博也選手のフォワード並みの嗅覚と決定力。いやー、恐れ入りますね。ということで、新潟、横浜、岡山と上位3クラブ全て敗戦という J2 の怖さを感じさせる41節になりました。続いては残留争い直接対決となった群馬対岩手。群馬は琉球の結果次第で引き分けでも残留が決定。対する岩手は自力で残留するには勝つしかない一戦。お互い強固な守備をベースに縦に速い攻撃が持ち味なだけに硬い入りになるかなと思いましたが、ホーム群馬が積極的にゲームの主導権を握り、
アグレッシブな試合展開になりましたね。前半からボールを保持し、左サイドハーフ高木選手を中心にチャンスを作っていました。この試合のね、高木選手はすごかったですね。左サイドで無双状態と言いますか、再三決定機を演出していました。引いて守ることの多かった群馬がこの日は果敢に攻めていて、個人的にかなり驚きましたね。試合前の状況だと、なんていうかね、こう負けたくないという気持ちが先行して、守りに入りやすい心理状況かなと思いましたが、非常に勇敢でしたね。試合は5対1で群馬が勝利。今季最多得点で残留を決定。岩手琉球は21位以下が確定しました。この試合は3点目の長倉選手のゴールが非常に大きかったですし、岩手にとっては非常に痛かったですね。1点返して2対1となり、こっから逆転するぞという岩手のムードの中での長倉選手のゴールということで、即座にね、失点してしまいましたからね。長倉選手は関東一部リーグから今夏途中加入の選手ですが、スピードがあり技術の高さも見えますし、何より怖さのある選手ですね。ループシュート、いやーうまかったですね。そしてその後岩手もね、奥山選手からクリスティアーノ選手と決定機がねありましたが、串引選手がビッグセーブ、このセーブもいや非常に大きかったかなと思います。攻守が噛み合った群馬が素晴らしい試合を披露して勝利をつかみました。はい、ここからは大混戦のプレーオフ進出争い、5位大分と8位山形のゲームから見ていきます。結果としては0対3でアウェー山形の勝利となりました。5位大分は前節プレーオフ進出を確定、今節はプレーオフをホームで戦うためにも勝ち点を伸ばしたいところでした。対するアウェー山形はプレーオフ進出のためには勝ち点3が絶対に必要な状況でしたが、非常にね大きい勝ち点3となりましたね。試合を振り返ると、序盤に山形が右サイド完璧な崩しから決定機を迎えますが決められず、最近の試合で波に乗り切れない山形に嫌なムードが漂いました。対する大分は増山選手、井上選手の突破力のある二人を中心にサイド攻撃、いいクロスからチャンスがありましたね。中央でも弓場選手、町田選手とチャンスを作り出していました。しかし先制点は山形で、セットプレーの流れからリサロ選手のヘディングゴール、ゴール前のね選手がブラインドになって難しいヘディングになったとは思うんですが、しっかり枠に飛ばすあたり、さすがリサロ選手というゴール。決定機を迎えながら決めきれなかった嫌なムードを払拭する大きな先制点。そして2点目は大分のゴールキーパーのね連携ミスからのオウンゴール。大分にとってはこの失点がね非常に痛かったですね。直後に金崎選手が決定機を迎えるなどチャンスはあったのですが、プレーオフ進出へ負けられない山形に軍配が上がりました。大分はねこう町田選手のね負傷交代もあって、プレーオフに向けてちょっと心配でしたね。早期の復帰を祈りたいところ。山形は山田浩太選手がスタメンに復帰し、違いのあるプレーを見せていまして、さすがの一言。最終節も大一番がありますから、活躍を期待したいですね。続いては7位仙台対4位熊本のこちらも上位対決。結果は2対1で仙台が勝利。ホーム仙台はプレーオフ進出で絶対に負けられない状況でした。アウェー熊本は3位の可能性もありますので、一つでも上の順位でプレーオフを迎えたいところでしたね。先ほど紹介した大分対山形と状況としては、まあね、結構似ていたかなと思います。
試合展開としては序盤仙台の立ち位置の変化になかなか熊本が対応できず、仙台に多くのチャンスが訪れました。流れのいい前半に富樫選手がゴール。このあたりはね、伊藤監督の戦術のらしさが出ていたかなと思いますね。後半に熊本に1点を返されますが、後半アディショナルタイムに土壇場で遠藤康選手のコーナーキックからボギーの選手が合わせて劇的な決勝ゴール。ホームで仙台が昇格に望みをつなぐ勝利を挙げました。いやー、これまたね、すごい展開でしたね。後半の中島選手のね、ミドルシュートがクロスバーに嫌われたシーンなんかは、いやー、ちょっとね、仙台今日もゴールが遠いのかなと、嫌なね、ムードもあったんですが、勝ち切りましたね。やはり仙台の選手の質が高いですね。途中出場の石原選手は、まあね、左サイドで抜群のうまさを見せていました。いや、個人的にね、この石原選手、こんなにうまいのかと驚きましたね。そして途中から、リャン・ヨンギ選手、遠藤選手が出てきて、右、左の高精度プレースキッカーがいるのは、やはりね、大きいですよね。仙台の選手のクオリティ、伊藤監督のサッカーが垣間見える試合でした。最後は徳島対大宮のゲーム。こちらは結果は3対1で徳島が勝利。徳島はこれで19戦無敗と。いやー、強いですね。この試合も序盤からサイドを効果的に使ってゲームを支配。後半にセットプレーから失点はしましたが、その後、藤尾選手が2ゴールと、チームを救うヘディングシュート。一時、同点に追いつかれて、嫌なね、雰囲気でもあったんですが、そこをしっかり勝ち切れるっていうのは、今の徳島の強さを感じますね。出場停止があり、久々のスタメン復帰となった浜下選手の活躍。ドリブル突破もすごかったですし、藤尾選手もね、打点が高いですね。ヘディングシュート見事でした。一時追いつかれはしましたが、この試合全体を通して徳島がゲームを支配していましたから、自力の高さを見せてくれましたね。内容、結果とも伴う素晴らしい勝利となったんじゃないでしょうか。最後に最終節の展望です。41節を終えての順位表がこちら。はい、残り試合は1試合ということで、1位、2位、3位と順位が確定。最終節に変動があるとすれば、4位、5位、6位ですね。そして特に熱いのが、いやーまあね、なんといっても6位のプレーオフ進出争い。6位徳島、7位仙台、8位山形。徳島、仙台が同価地点で並び、山形が1差で追う展開。しかも、最終節は、山形と徳島が直接対決。これは熱すぎますね。プレイオフ進出状況だけおさらいしていこうと思うんですが、まず、徳島は勝利すれば、得失点差に差があるので、自力で6位を確定できる状況。引き分けでも仙台が引き分け以下なら6位が確定。仙台は引き分けだと徳島、山形のどちらかに必ず上回れてしまうので、勝利が絶対条件。その上で徳島が引き分け以下が必要ですね。山形も勝利が絶対条件で、かつ仙台が引き分け以下だとプレイオフ進出になりますね。3クラブとも共通しているのは、負けたらもうね、そこで終わり、負けられない最終節を迎えているということですね。仙台も4連勝と勢いのある秋田が相手ですから、なかなか難しいゲームになるでしょうし、最終節はプレイオフ進出争い、こちらにね、注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントなどもいただけるとすごく嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。